はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズ3、本編の方をやっていきたいと思います。で、体験版を引き継げるんだけど、ちょっと最初にオプションのカメラを見たいです。上下はリバースして、左右はそのまま、速度とかはまあそのままでいいでしょう。買ってる、これ。あ、買ってね。じゃあ体験版を引き継ぐで、引き継ぎました。預かり所に預けられています。チョコゴーレム、パーティーとスタンバイモンスターだから問題はないはず待って、チョコゴーレムいるでしょ。チョコゴーレムとスライムナイト、ドラゴスライムさえいればいいや。まあベビーパンサーとかも、よし、オッケーオッケーオッケー。で、力の指は元気玉燻製肉、名前はピサロで OK。 設定変更できます。あ、この後か。オプション項目決められたわ。まあ、ちょっとイベントは申し訳ないけど、割とカットしてサクサク進めていきたいと思います。ぶっ倒れて、まあなんやかんやあってドザリーヒルに移り住むことになりましたと。わしだ、ロメオだよ。ところで、文字今からする質問の答えによって、お前にぴったりなモンスターを選んでやろう。スライム系がいいんだよね。かっこいいモンスターより、かわいいモンスター、かわいいがいい。小さいモンスターで、小さいでいいと思う。なる。こやつじゃ。マンドラ。よし、こっちで行こう。では、モンスターマスターの修行を始めよう。まあ、体験版でやったところはもうサクサク飛ばしてやっちゃいます。では最初のセット、いきなりおごっそいかかってきたんだけど、ひどい。5。あ、これ倍速できたよね。倍速はここじゃまだできないかな。経験値は3、レベルアップ。何、攻撃力が上がらない。で、スライム仲間にして、さあ、そして牧場いるね。うちのドラゴスライムちゃんとかが、もう変えちゃおう、パーティーは。おう、じゃあまずメインは、まあ、スライムナイト入れるでしょ。で、ちょっと待って、決定してたよ。お疲れさん。で、チョコゴーレムも入れます。で、マンドラはちょっと初期モンスターだから、ちょっと愛着を持って最初の方は育てていこう。で、あとは、ドラゴスライムめちゃくちゃ使いやすいんだよな。火の息があるから。氷だっけ、なんか忘れちゃった。息吹がある。とりあえずドラゴスライム入れとくでしょ。で、スタンバイモンスターに、まあね、やっぱ最初はスライム入れておいて、ドラキーも入れるでしょ。で、なんかさ、思ったんだけどさ、こいつドラムゴートって倍切ると思ってなかったっけ。まあ火力要因として一角竜入れて、ベビーパンサーか、ちょっとドラムゴート入れとこう。よし、これでいきます。で、スキル割り振りで、マンドラーのいいところは妖精を持ってて、銃でギラを覚えるところなんすよね。なのでギラを覚えさせておきましょう。ついでにホイミも覚えるし。で、あとは、スライムのスラホースで、まあ、一応ホイミまで使えるようにはしておこう。OK。他のやつらは多分
スライムナイトとか、レベル1だよね、まだ。あ、レベル3か。なるほど。あれ、スキルポイントってレベル3でもらえなかったっけ。まあ、いっか。挑戦する？では、エンドール闘技場、G クラスから行きましょう。頑張って。それでは第1とりあえずね、みんなレベル1だけは上げてきた。で、まあ2倍速でいいでしょう。ギラ唱えられるでしょ。これ全体からの火の息全体 OK。 強っ。やっぱり全体を覚えてると最初楽だよね。いけギラ。あ、スライム叩き。いえ、めんどくせえ。しかも全体かよ、メダパニダンスって。もう全体ミスだ。危ねえ。もうほとんどこの2人で一掃できるかね。打ち漏らしを倒す。アントベア、いたずらモグラ、ちょっとでかくない？なんかでかい個体がいるんだよね。まあ、S サイズなんだけれども個体がでかい。なんかチョコゴーレム、獣斬りでか。やっぱアントベア一旦耐え切ったか。やるじゃないか。しかしこれで終わりだ。あとは燃やす。干渉。これそのまま F クラスだけどいけんのかな。行こう。頑張って。レベル3とか4だかんね、まだみんな。ギラと火の息しか頼みがない。それでは第1試合、ゴータイム。まあでも普通のモンスターだよね。やばい、マネさん。あ、でもギラと火の息は全然大丈夫っしょ。どんだけ来るか。10、マジックパワー8減った。まあ全然呪文覚えてないからね。何、一掃できないか。しかも向こうのが早いからね、基本的に。13も食らうのかよ。やばい、スライムライトが死ぬ。回復しろ。いや、ギラで一掃した方が早いか。2体、これで4。弱い。ゴーレムでもアタッカーって感じじゃないからな。あ、死ぬ。回復よりはもう攻撃して。一角ウサギ強くねえか。あ、なんかスライムナイト今2回攻撃しなかった。それでは続いて第2試合。 AI 2回行こうと思ってんのかな。2回戦とかきつそうなんだけど。いやー、いたなこんなやつら。ドールマン30くらい食らそう。23か。危ねえ。痛い、死ぬ。ドラゴスライムやられたら終わるぞこれ。ギラと火の息でどんだけダメージ与えられるかだからな。ちょっとマンドラさすがエッジバリアで死にそう。0 1。一応ちょっとマンドラの方を命大事にしとこう。命大事、頼む。来た、ジバリア超強え。ジバリア強いんだよね。マヒャド斬り。いや、もうこれは勝てないな。命大事にしてもしょうがない。あ、危険があるじゃん。危険して出直してこよう。はい、さすがにレベル上げるか。 F クラスリベンジ。レベルだけ上がってスキルは基本変わってないですね。てかスキルポイントが足んなくて覚えられん。まあなので耐久力とヒットポイント上がってるはずだから、そうだよね、もう
一ターン経ってピンチ度が少ないから、だとスライムナイトに力の指輪みたいなの持たせて一応攻撃力10上がってるんで、まあ、アタッカーとしては強くなってるかな。スライムナイト遅いよね、15。まあまあ攻撃力的には強い。あ、そして2回行動たまにか。それでは続いて第2試合、ゴーファイ。まあ、第1試合後の余裕がだいぶあるから第2試合もいけんじゃない。ヒットポイントの上がりがだいぶ違うからね、レベル1上がるだけで10くらい上がったりするから。ジバリが使われると全体的に30食らうから、それがきついんだよな。大です。2 ドロヌーバってやっぱ攻撃通りづらいのか。よし、一気に殲滅した。終わりだ。余裕だったな。それではラスト第3試合、ゴーファイ。なんかでかいのが見えたけど、ウィングスネークか、 L サイズ。まず周りを倒したい。毒でギラ効かなそう。あ、でも普通に効くか。で火の息やって、火の息がそんなに効かないか。チョコゴーレム攻撃力マジ弱えな。スライムナイトいいぞ、2回行動してくれると強い。来た、火の息痛いです。あー、2回行動か、そうだよね、 L サイズだもんね。デフォルト2回行動の、あ、ヒャドウ使ってくるの。19。ちょっとこっちも回復に入らないとまずいか。5毒、よし倒した。2回行動、あ、いけんな、これご利用そう。回復よりはご利用したな。はい、オッケー。さあ、そして魔界にやってきて初級。出場するか。さあ、ではエクサアリーナ G クラス行きましょう。10円。だいたいね、レベルは10くらい。で、氷の息を覚えたんだけど、こいつらにはちょっと火の息の方が良さそうだよね。なんか、冬のモンスターっぽい。あ、冷たい息。氷の息じゃなくて、冷たい息か。やっぱ、チョコゴーレム攻撃力弱いんだよな。まあ、耐久力その代わり。高いんだろうけど、最初は多分ねゴリ押してった方がいいと思うから、攻撃力高いやつとかっていうか、普通に呪文使えるやつがいい。ゴーレム小さいし、しかもなんか知んねえけど、こうやってみると。それでは第2試合やっちまえ。なんか観客に座ってるモンスターの方が強そうなんだけど、ちょっとこれサイクロプスとか座ってるよね、なんか後ろ見ると。まあ少しぼやけた感じにはなってるけど、ガンとこのまくらった。冷たい息、まあもう冷たい息か火の息かは対戦次第だからね。火が効きそうだったらもうそのまま火の息で、火が効かなかったら氷みたいな。だ、勢いはもうドラゴスライムでしょ。でマンドラはね、もうギラ覚えちゃったら、まあ、その先攻撃呪文がないんだよね。だからまあもう序盤にホイミとギラが使えるよっていうのが強みだと思う。まあ、それ以降はちょっと息切れしちゃうかな。さて、いよいよこれが最終戦だぜ。いくぜ、やっちまえ。でもやっぱ序盤のギラは普通に強いからね。あ、ここはもう4体モンスターか。ガッ !20 くらい。おー、危ねえ。ちょっとこういう
邪魔系の呪文怖いよな。アサシンって死ぬんだっけ、最悪食らったら。スライムライトかな、2回攻撃してくれるだけで全然違うからな。今何攻撃してきた早くて分かんなかった。やばい、トラゴスライムがちょっとやばいな。メラ17、こいつ攻撃ほんと弱い。16の、もう一回いかないか。でも押す、やばいやばいやばい、もう火の息だけ打ってくれ最後に。最悪もう混乱しても死んでもいい。よし、あとスライムナイトで押せるだろう。もう一回いかないか。何パーセントくらいなんだ2回攻撃してくれんのって。 50% はないよな。おっと、よし勝ち抜いた。謎のベールに包まれた魔族マスター X だぜ。さあこれで次の場所、これで配合ができるようになったはず。はい、よろしくな。とはいえレベルが全然足りないはず。そうですよね、チョコゴーレムでさえ9だから。スライムナイト、ドラゴンスライム、マンドラしか10に達してない。ちょっと諦めよう。さあそして煉獄峠に着きましたと。ちょっとね配合しちゃいたいです。1回だけまず配合しちゃおう。チョコゴーレムはどうしようかな。あの基本モンスター変えないんで、一角竜か。あ、一角竜いいかもね。攻撃力高いからチョコゴーレムのちょっと攻撃力の低さをカバーすると。まあレベル10だからそんな変わんないと思うんだけど、これでいこう。で生まれる子供選べるので、これチョコゴーレムでいきます。ここ要は変えないで配合させます。で石頭と自己犠牲配合。モンスター選べるのがいいよな。チョコゴーレムやっぱちっちゃいな。で配合は続けます。でお次はてか引っ張ってきたモンスターをちょっと配合させたいんだよね。スライムナイトに、スライムナイトをどうしようかな。ドラキーでいいか。でスライムナイト決定。で騎士道、騎士と闇の心両方持ってんのか。騎士である闇が闇である、両方の性質を併せ持つスライムナイトが誕生する。で配合はまだ続けて、今度はドラゴスライムだな。ドラゴスライムと、ドラゴスライムはスライムでいいや。これで回復も持てるドラゴスライムが出来上がるかな。息吹、スラフォース、素早さ OK。よし完成。ちょっとこれでレベル上げしてまた進めていこう。で岩山の村ガンドラの話を聞いて、息子を助けに行きましょうっていうことですね。なんだお前たちは。どうか洞窟の奥にある烈火の門を閉めてきてくれ。頼んだぞ。で体験版だとここの烈火の門に入ったところで終了ということだったんですけれども、この先進んでいきましょう。誰か魔物に襲われています。人だどうやらあちあちの状況みてえだな。
さすが炸裂魔法玉強力だ。さっきの村でくすねといて正解だったぜ。あった、自己紹介が遅れたな。俺は魔法研究家のベネット。ベネットさん。さあ、レッカの門はこの奥です。気をつけて進みましょう。というわけで、レッカの門を進んでいきましょう。これなんだ、クリアするとワープできるようになるのかな。モンスターとかも全然仲間にしないで突き進んできたからね。ホイミスライムとかね、仲間にしたいんだけど。ここに旅の扉があるけど、ここ行くと、え、入り口へ移動できるだけ。これ往復できんのかな。戻されるだけだったらちょっとやだな。わからん、システムが。ちょっとやめとこう。いや、解放されるっていうケースかな。いや、一回移動しちゃおう。もうこれで確認する。解放、あ、解放されるケースだね。よかったよかった。じゃあ戻りましょう。これボスっぽい。ドラゴン、アンドレアルか。いや、そんなモンスターがもう出てくるか。マグマよ流れるのだ。なんだお前たちは。見ただけじゃ分からん。あなたがこのエリアの支配者ですね。そうだぞ、俺こそが炎竜三兄弟の末弟、このエリアの支配者アルーガだ。あ、別に そういうボスモンスター的な感じか。その種族とかじゃなくて。その門を閉めてください。行くぞ。ま、戦闘になるよな。アルーガスカウトできねえ。まあそのまま行くか。冷たい17キラ。もう全然あの地獄魔法とか覚えてないからね。火の石、はい、2回攻撃か。薬草一発ずつと。カマイタチね、結構強いんだよ。よし、ダブルカマイタチ。ただスライムライトマジックパワー低いからな。薬草4つか。常に1個ずつ使ってこう。早めの回復で、まあ、どっちかっていうとスライムナイト生かした方がいいか。うわ、やばい。条約書使う。このヒットポイントになっても攻撃するしかないからな。うん、やっぱスライムナイトだな。条約書使ってこう。これは、まあ、あまり死者は出したくないけど、うちのアタッカーとしてはスライムナイトは殺したくない。今1回攻撃だった。この後攻撃してこなければだいぶ助かる。かまいたちからのかまいたち。もうマジックパーが4しかない。魔法の生成もあるっちゃあるんだけどな。ちょっとヒットポイントの回復が優先かな。多分普通の攻撃でもそれなりには当たると思うんだよね。ダメだ、キラが弱すぎる。ヒノキからの攻撃、攻撃、いや全然かまいたちの方が強いわ。でも倒した。いい経験値だ。ひでえことしやがって。こんなことしてただで済むと思うなよ。あんちゃんたちに言いつけてやるからな。覚えてろ。名が知れ渡った。こんなんで。
あそこでピョンピョン跳ねてんのが息子ですね。これでなんかモンスターの環境自体は特には変わんないのかな。溶岩が引いたことで多分行けるエリアが増えてるとは思うんだけど。お、息子も一緒にいる。おめでとうさん。おかげで助かった。息子のチョロスケも帰ってきたよ。そういえばあれから。なあなあ、お探しのお礼の品ってのはひょっとしてこいつのことか。そう、それは俺の石。俺はただ外に落ちてたのを拾ってきてやったんだ。そんなはずがあるか。まったく油断も隙もありゃしない。これがお礼の品だってよ、受け取ってくれ。あっちあっちでいい話じゃねえか。そんじゃ俺らも次の魔界へ行くか。そうですね。で、ベネットさん、俺もお前たちの旅に同行させてもらうぜ。俺は魔法研究家としていろんな素材を探して世界中を旅してる。魔界には人間界にはない素材がゴロゴロあるけど、人間が魔界に行くのは一苦労でな。お前たちについてった方が手っ取り早そうだな。いいだろ、俺も連れて行ってくれ。まあ別にいいでしょう。こいつは何をしてくれるんだ。よろしくな、お前に損はさせないぜ。魔法研究家って言ってたけど、なんか道具とかを作ってくれんのかな。素材を渡してなんか魔法系の道具を作ってくれる。というわけで、じゃあ次の魔界へ行けるようになりましたので、それは次回やっていこうと思います。というところで今回はこれで終了します。ちょっとモンスター的に全然仲間にしてないし、スタンバイもいなくて、まあ、ホイミスライムだからスライムばっかだな。そう考えるとホイミスライムはちょっとやっぱり仲間にしておきたいんで、まあそこら辺ちょっともう少し充実させて、次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。